こんにちは。見た目に自信がない男性はイケメンではないからモテないと思っていませんか？女性に人気がある男性は容姿がイケている男性が多いのは事実です。しかし実際に女性が付き合う男性を選ぶとき、全ての男性がイケメンではありませんよね。確かに見た目も大事ですが、見た目というのは顔立ちやスタイルだけを意味するわけではありません。不細工な男性でも女性に魅力を感じさせる人は実際にいます。女性に魅力を感じさせることができる不細工でも不思議とモテてしまう男性の特徴について勉強していきましょう。1、会話が楽しい。すごくイケメンでかっこよくても会話が面白くない男性だと女性はつまらないんです。容姿があまりイケてない男性でも会話が楽しい相手なら時間を忘れてしまうほど楽しいと感じ、もっと一緒にいたいと思います。そして特にコミュニケーション能力に長けている男性はいろいろな会話のネタを持っていて人を飽きさせないのでモテます。ただし気をつけなければいけないのは会話の面白さのポイントです。テレビで見るような芸人さんのネタを真似したりギャグを連発することが面白いトークだということではありません。女性が面白いと思う会話は話題が豊富でオチがあるユーモアを踏まえた話ができること。笑わせたいからといってギャグを連発すれば良いというわけではないのです。女性がずっと一緒にいたいと思わせる面白い会話を勉強して女性の心を動かしてみましょう。容姿に自信がない男性でも会話が面白ければ女性を楽しませることができモテるようになります。2、とても優しい。女性は優しい男性に好意を持つ傾向があります。どんなに見た目がかっこよくても自己中心的な言動や行動をとる男性だと女性は付き合いたいと思う人は少ないでしょう。逆にそうでもない見た目の男性でも優しい男性はモテます。その優しさによって男性の見た目がどうであるかはすでに関係なくなり愛着を感じるようになるもの。女性はどこかお姫様のように扱われたいという気持ちがあり、男性に優しくされたり尽くしたりすることが好きなんです。周りにも優しいけど自分には特別優しいとなれば女性は男性にどんどん惹かれてしまうでしょう。不細工な男性でも優しいスキルが長けていれば女性の心をつかむことはできます。容姿に自信がなくても優しい男性になることを心がけて女性に接してみると良いですね。3、服装がおしゃれでセンスがいい。見た目の良さというものは顔立ちやスタイルに限ったことではありません。不細工な男性でもファッションセンスが良かったり髪型が素敵だったりすると雰囲気イケメンになれます。第一印象の良さというのは女性が男性を気になる最初のポイントです。たとえ不細工であってもファッションセンスが良ければ第一印象が良くなります。おしゃれが好きで流行を追うだけでなく自分に似合うファッションをしている男性は魅力的です。ファッションがよくわからない男性はあまり凝らずにシンプルなファッションを目指しても構いません。流行ばかりを追って全く似合わない服装になるよりもシンプルで清潔感のあるファッションの方が女性からの好感度が高くなります。そしてファッションだけでなくヘアスタイルも重要。髪型は顔に近い位置にあるので顔の印象をカバーすることができます。自分に似合ったヘアスタイルになるだけでイメージがガラリと変わるんです。顔立ちやスタイルをファッションやヘアスタイルでカバーすれば女性のあなたに対する注目度は変わってきます。どんなファッションやヘアスタイルが似合うのかお店の人や友人のアドバイスを得て研究してみてくださいね。4、大人の気遣いができる。何かのトラブルがあった時に冷静に対処してくれる男性は魅力的です。困った時に頼れる存在として女性からの好感度が上がります。大人の気遣いが素敵に見えるのは見た目の容姿は関係ありません。とてもかっこいい男性でも大人の対応ができなく気遣いもできないと好感度は下がってしまうもの。逆に男性がイケメンじゃなくても大人としての気遣いや対応ができれば一気に好感度が上がります。このような男性は人の気持ちを理解しようと歩み寄ることができます。そのためただ優しいだけでなく女性の気持ちを理解しようと考えてくれるので女性が心を開きやすくなるわけです。不細工な男性でも大人の気遣いができれば女性から憧れの存在となることができます。5、リスペクトすることができる。見た目に関係なく何か尊敬できるスキルやポイントがあると女性は注目します。
例えば仕事でのスキルが高い人は女性にとってリスペクトできることです。そして仕事以外ではスポーツなどの趣味が長けていることも女性が男性を尊敬できること。男性を女性が尊敬できるのは努力する姿勢があることと何らかの結果を出しているからです。特に自分にはできない才能だと女性はさらに男性をすごいなと感じるでしょう。仕事などで女性が憧れる男性の先輩というのはイケメンは関係なく仕事ができることや努力家の男性。男性が何かに打ち込んでいる姿というのは魅力的で女性にとってかっこいいと思えるんです。いくらイケメンでも努力をせずに楽しようとしていたり努力することをバカにしたりしていたら幻滅ですよね。不細工な男性でも真面目に何かに一生懸命打ち込んでいれば素敵な人だと女性は思うんです。容姿に自信がない男性は仕事でも趣味でも良いので一生懸命何かに努力してみると良いでしょう。その頑張る姿に女性は魅力を感じるんですよ。6、清潔感を持っている。女性は男性がイケメンかどうかよりも清潔感があるかどうか見ています。顔が良くてもあまり清潔でない男性は遠慮したいと思うもの。しかしイケメンではない男性でも身だしなみがしっかり整っていると好感をすることができます。髪型や服装などに気を使えている男性は好印象となりますよね。近くにいるときに良い香りがしたり洗濯の香りがほのかに香る男性はドキッとしてしまうもの。多くの女性は清潔感のある男性と付き合いたいと考えています。そのため見た目の判断は顔立ちやスタイルではなく清潔感ある見た目かどうかも関係あるんです。男性がシミのついたシャツを着ていたり襟元が黄ばんでいるなど清潔感がないところがあると女性は幻滅してしまうかもしれません。容姿に自信がない男性は清潔感のある見た目を意識することで第一印象を上げることもできます。ちょっとした気遣いがあるだけで清潔感が出るのでズボラな性格の人は一度見直してみると良いでしょう。7、本当の自分を出せている。自分をよく見せようとカッコばかりつける男性は余裕がないように感じるため女性にとってカッコいいとは残念ながら思われにくいもの。本当の自分を隠してカッコつけるというのは嘘で固めることになりますよね。そんな男性と一緒にいても信用ができなく疲れてしまいます。女性にとって本当の自分を出せている男性の方が一緒にいて気楽なのでカッコつける男性は躊躇してしまうのです。なのでイケメンの男性であっても自分を隠してよく見せようとしてばかりいる男性はモテません。逆に不細工な男性でも自然体で自分を飾らずにいる方が素敵。自然体でいる男性は安心できるので女性にとって居心地よく感じます。自分を隠さず自然体でいる男性は信用することができることも大きなポイントです。見た目がどうであろうと体裁ばかり大事にするような男性は女性にとって安心できないため付き合いたいとは思えません。不細工な男性でもナチュラルなタイプは女性が歩み寄りやすい雰囲気を感じさせるんです。モテる男性の特徴というのは外見だけではないんです。結果的に外見が良くても内面が違っていたら女性はそんな男性に魅力を感じません。確かに第一印象という点では不利かもしれません。しかし交際しようと決める条件は外見だけで決めれるわけではないんです。最終的には性格を重視するため不細工な男性でも女性に選ばれるチャンスがあります。もちろん最低限の身だしなみなどの意味で見た目は大事ですが顔立ちやスタイルばかり気にする必要はないんです。不細工でもモテる男性になりたかったら内面を磨く努力をしましょう。そんな努力が女性を引きつけるポイントになります。女性が好意を抱くポイントを抑えて素敵な男性を目指しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。